オープンしたり、今度コラボする方だとプレゼントを買ったり、あとゆわちゃんが誕生日ということでプレゼント買ったり、アルちゃんとアニに靴下買ったりしていきたいと思いますみたいな、そんな感じでいろいろ回っていきます。OK、早速いきましょう。レッツゴー。セブンズがあるんですけど、めちゃめちゃ安いんだけど、なので行ってみましょう。500円だよ。これだ、かわいい。で、さっきさ、かわいいねズボンあったよ、向こう側に。待って、うん、見て見て、これ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 見て、ほら、かわいくない？思ったわ。これ1477円、安いんですよ。かわいい。これも縫ってもらうね。え、なんかさ、最近ガウって本当に楽だし、かわいいし、すごい、いろんな種類があるじゃない。めっちゃかわいい、ニットがある。かわいくないじゃない。あ、かわいい。これが可愛いな。これは2500円です。で、今一番欲しい洋服第1位ランキングこれなんですよ。このジャンパーがめちゃめちゃ欲しい。皆さん、セブンズさんの福袋があった時というわけで買っていきます。まあ、2号さんでちょっと、まあ、うん、だったので2号さんの福袋やったんですけど、今回セブンズで買っていきます。え、どれ買うの？これ？これじゃない？これだってさ、1万…破けちゃってるけど、待って待って、1万5000円以上入ってるのに、見てください、2000円入ってる。いいじゃん、いいじゃん。この辺とかもいいじゃない？どれがいい？あれもあるしね。じゃあ、探していく。安くない？本当に安いと思う。ウィゴンの福袋は8000円だったんですよ。これ2000円だよ。やばい。これがさ、意外に安い。というわけで、今からタピオカ屋さんにレッツゴー。え、その前にプラザとか行こう。あと、あるね。はい。はい。今、プラザに来たので、これからコラボする方に何か買っていきます。これ見てくださいよ。これトイストーリーのこうやって映されるらしいんですよ。ちょっとこうやって、おお、いいかもしれない。これが好きな方ですか？もうトイストーリーが大好きな方です。あとはこれ2個買うの？うん、そうだね。お二人いるからね。の一応ちゃんと電気が出るか確認して、電池出ないやつもあるので確認します。あ、これいいじゃん。これいいね、見せて。これなんか終わった、終わった。あれ、これ一番良くない？じゃあもう一回ちょっと確認しようね。お店の人に聞きますか。で、じゃん、トイストーリーのこのライトを2個買いました。で、やっぱりテスト電池が好きなので、また電池も買おうかなと思います。で、ママはママさんにチョコレート買うらしい。はい、ミルクチョコレート買う。そうですね。あとね、いちごにしようかな。うん、いちごでいきそうです。はい、では、あとは何か買うのかな。あとはスターウォーズのチョコレートを買いたいと思います。あ、スターウォーズも好きな感じですからね。いいですね。はい、じゃあそれを買っていく。はい、はい、あとはね、あ、これママと朝ナスとかお手を話してたんですね。え、どれにする？どれにする？シャキッとすっきりやるじゃない。まあ同じか。これベリー系か、うん、フルーティー系。え、じゃあせーのでいいですか？せーの。あ、そうです。じゃあいいよ、好きな方で。じゃあこっちでいい。はい、
いいですよ、楽しみだね。じゃあこっちにします今回は。はい、朝やっぱこれをやるといいらしいです。あの友達が言ってました。じゃあそれ買っていく。はい、はい、というわけでタピオカ買ってきました。でここのお店がなんと新しくオープンしたんです。それでじゃん、こちら黒ひげ黒糖ミルクタピオカと、ママはこちらのなんだっけ、なんかこう炭酸のタピオカを頼んだんですけど、なんとここのお店背骨のタピオカ屋さんなんです。なのでちょっと形が丸いんだけど、普段はこういうやつらしいです。でこれの商品名がスワワバタフライっていうやつです。でこれどっちも M です。では早速飲みます。いただきます。飲みたかったんだよね、この黒ひげのね。手ごね生タピオカ、生タピオカ初めて。はい、せーの、決まった。なんかね、多分これが、ここがこうなって、こうやってやるんだよ。したら多分ひげになるみたいな、こうやって飲むとき。これ可愛くない？可愛い。じゃあいただきます、黒糖ミルク。あの上がこれ黒糖ミルクの白ひげ黒糖ミルクと黒ひげ黒糖ミルクがあって、なんか黒ひげだと上がチョコフォームで、白ひげだと上がチーズフォームらしいんですけど、今回黒ひげにしました。ではいただきます。うん、新しいんだけど。柔らかさはどう？タピオカの黒蜜みたいな味がついてて、ちょっと固め。美味しい。美味しいです。こっちも飲んでみる。じゃあこっちも飲んでみます。なんかね、レモンが入ってるのよ、これ。すごくない？うん。どうでしょうか？タピオカがね、ツルッツル。なんかツルッ、ガラガラ。ツルッツルんじゃない？はい、ひまたっぷ。ひまたっぷ。いただきます。弾力がすごくない？うん。なんだろうね、味。うん。あ、甘さ控えめで、めちゃめちゃ美味しい。ね、下のさ、タピオカ見て、色が透明。こういう感じ。え、でも、多分これも同じ色。あ、そっかそっか。なんだけど、これ、人が釣らないように。あの、これ、すごく甘くて、あの、そんな甘さ控えめだから、そんなめっちゃ甘いわけではなくて、あの、こっちの方がタピオカが柔らかい気がする。めっちゃめちゃ美味しいよ。どっちも美味しいです。というわけで、飲んでいきます。ゆあちゃんの誕生日プレゼントを買いに行きました。で、ここからは、ゆあちゃんが面白いって言ったら、あれなので、すいません。またそれは、ゆあちゃんが多分紹介してくれるので、それを楽しみにしてください。で、というわけで、あとは、アートちゃんになんか、カチューシャとかを買いたいと思います。あ、よくお菓子もらってるので、というわけで、かわいい。あら、ゆあちゃんこれは？ゆあちゃんにこれはってさ、いけいけ。ね。どうしよう、ま、います。はーい。靴を見てます。誰の先輩みたいな、なんかわかる？うん。自分用ですか？もしかして。ああ。これ可愛いでもね、重さはどう？その靴の結構重い。ああ慣れちゃうよ、平気だと思うんだよね、こういう系。なんかさ、あんまり重いとさ結構歩くの疲れない？ああ、まあまあ、でもそこまで思ってた以上には重くない。じゃあそろそろ本題の方に移りましょうか。どれですか？きっとそれを買った後にパパはさ、買ったんかいという、絶対言われます。靴ね、こういうヒールはまだ2個しか持ってなくて。そうだね、最近ヒールは買ってないね。そうだね、こんなね、1個あって欲しいんですよ。あ、これも可愛い。これ S あるじゃん。でもそんなにかかとあるよ。じゃあ見ていきます。自分の靴。はい、というわけで今、R ちゃんにカチューシャを選んでいます。ゆめちゃんのは決まったんですけど、 R ちゃんのどうしようか。なんか多分ね、ゴールド系がいいって言ってたので、こういうセットもいいかなとは思うんだけど、4つあるんだよ。アールちゃんは何、ゴールドがいいの？そうらしいんですけど、これですね、やっぱり。これにします。2個セットなのね。うん、2個セットだからあれだけど、うん、かわいいね。
こういうやつです。でお揃いで買います。はい、あよくね、いろんなくれるんですよ、あるちゃんも。なので買います。ゆあちゃんにと、あとこれはあるちゃんに明日渡したいと思います。というわけで今からご飯を食べに行ってきます。牛タン食べてめちゃめちゃお腹いっぱいで食べられて少しだけ食べます。夜ご飯です。だいぶ買い物しましたね今日も。ですね、はい。でもあとフェリアですよ。フェリア行ったし、あセブンズで福袋を買ったので、まあ、早く開けたりしたら福袋分かるかと言いますか。なのでそちらも帰って、開けたいなと思います。帰って動画で。では行きます。入ったけど自由に来ました。でもこれ流行ってるじゃないですか、こういう系。恥ずかしいな。恥ずかしかった、うん、ちょっと見せて。これおいくらですか。3級がさ1級になってんだけど。本当なの。多分パパお願い、よし買っていいぞ。オッケー。ありがとう。なんてね、わからないけど。これいくないですか。やっぱりっそれ。その辺は今から考えましょう。はい。すごく多い。いい。じゃーん、買ってきました。いいね。なんと2000円以下の1900円でした。めちゃめちゃ安くないですか。あの多分他のお店だともっと高いんだけど、こんな安かったらなので皆さん気になる方はぜひ行ってみてください。今日はこれが買えたのでとても良かったと思います。じゃあこのままで締めちゃいましょうか。ここからママと夜ご飯を食べて終わりだと思います。はい、入ったわけで今日はママと一緒に、デートしてみました。はい、楽しかった、すごい。お買い物ですね。はい、というわけでもしこの動画が良かったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ドアップにしたい。やー。はい、バイバーイ。ありがとうね。